がやっぱり女の子の憧れるシンデレラ、そしてピーターパン、白雪姫、青い鳥、ヘンゼルとグレーテル、ピノッキオ、まだまだいっぱいあります。でもそういう童話ってみんな魔法が出てくるんですよね。小さい頃の私はそんな魔法を信じて、そして魔法に憧れて、夜ベッドに入るときお祈りをして寝ました。私のところにも魔法使いのおばあさんがやってきて、ほうきの後ろに乗っけて空を飛んでくれますようにって。もちろんそんな夢は叶わなかったけど、でも今日の私は特別、魔法だって叶いそう。